pump up the volume, pump up the volume.研究室、今日は人気のスクラッチネタということで、究極の一枚使いスクラッチでふわりや音程を変えて再構築してみたということで、まずはこちら。 This is a journey into sound。Volume, pump up the volume. という感じで、研究室で何度か言ってるかもしれませんが、僕はスクラッチャーというタイプのスクラッチ DJ ではないので、そんなに上手で丁寧なスクラッチはできないんですけれども、まあ、味系という感じで、かなり自分なりのエッセンスが強めということを初めにご理解ください。で、タイトル通りスクラッチでふわりを変えてみたということなんですが、ふわりという方もいるかもしれないので、まずは簡単に説明させてください。例えばなんですが、わかりやすいところでいくと、宇多田ヒカルのオートマティックに7回目のベルデという歌詞の一節があるじゃないですか。これって皆さんご存知のこのメロディーって、あ、間違えたじゃないですか。でもこれ普通こんなふわりしないんですよ。このメロディーに歌詞を当てはめるんだったらっていうのが凡人だから、これ初めて聞いた時は、なんちゅうふわりしとんねん、天才かっていうふうに思ったりしました。つまりメロディーの中の音符の割り振りみたいな感じでふわりという言葉を捉えていただければいいんじゃないかなと思います。で、それをスクラッチで元あるメロディーにいろいろ変化をつけてみたり、またターンテーブルの機能を利用して音程すらも変えて遊んでみようというのが今日の研究室のテーマです。使用したレコードはこちら、ヒップホップクラシックエリック・ビー&ラキム、ペイド・イン・フルというね、曲ですね。光っちゃうんだよな。この曲のイントロ部分を使っていろいろとやってみました。はい。で、もう一回今度は上から見てみましょう。まずね、ここなんですけど、1枚使いって言っても、まあ1枚使いってなんやねんって話なんですが、2枚使いならぬ1枚を工夫してってことなんで、まああんまり細かく考えないでいいんですけど、この1枚使いをするには、今回はパイオニアのミキサーやレコードボックスにあるエフェクトの一種で、ロールという機能を使って1小節のビートをループさせます。このロール機能については以前研究室でも取り上げているので、そちらを参照してください。あのブログでもね、無料公開してますので、ぜひとも見てみてください。で、このトゥールトゥっていうね、やつが俗に86という8分の6拍子っぽいリズムなのかな、3連符形という感じで、多分8分の6拍子というのは4分の2拍子のリズムでもアクセントは取れるんですけど、まあ、そこはそもそもこのパートと曲の本筋の部分は、BPM も違うのでさておきという感じなんですけど、どのみち小節数も半端なので、普通につなぐ場合でもこのままでは4拍子の曲に、ミックスすると気持ち悪くなってしまうというところをちょっといじくってビートに合わせてみるというわけですね。だからこう最初のキックのところで、1,2,3,4 とタイミングを取ってロールスタートしていますね。まあ、そのままロールスタートしてもいいんですけど、原曲ままだと唐突にビートが入ってくるので、僕はこうした方がインパクトあって、リズムが取れていいかなと思ってます。
で、ロールスタートしてから4拍分、つまり1小節分経過したら、もう一方の探偵側のチャンネルに今撮ったループ音を移動させます。この辺も以前の研究室でやってるので見てみてください。で、これはここで移動させる理由の一つが、頭のトゥールトゥに戻りたいっていうのがあるんですけど、つまりかけてるレコードの針を上げないといけないので、その間ビートが止まらないように反対側のチャンネルに振ってるというわけですね。で、この流れている間も小節は、数えていてください。続いて、頭のトゥールトゥに戻ったら、まずはノーマルピッチでのトゥールトゥなんですが、さっきも言ったように4拍子に合わせると合いません。で、BPM はちょっとね、合ってはいないと思われますが、短いフレーズなのでそこはあまり気にせずに、ふわりだけ変えて、トゥールトゥトゥっていう感じでね、切っちゃいます。ここは、9分もカウントして、1小節分、トゥールトゥトゥ3、4って感じですね。で、ここその間に、フェーダー閉じてね、切ってる間に左手バックスピンで頭に戻りつつ、右手で次の音程を変えておきます。これ音程なんですけど、これも以前の研究室かなんかで言及してるような気もしますが、 DJ の言うピッチと音楽的な観点から見たピッチって意味が違うんですね。バンド練習とかでピッチ合ってないよとかって、一般的には音程がずれてるよってことを意味します。歌とかね、DJ の場合テンポがずれてるよっていうような意味合いで使いますよね。これはここの BPM をコントロールするスライダーのことをピッチコントローラーとかピッチフェーダーということから、テンポのことをピッチと DJ 的には表現することが多いんですけど、なんでそんなややこしい名称なんじゃいというね、話なんですけど、そもそもこのターンテーブルについているピッチコントローラーっていうのは、BPM を可変させて DJ するためについていたものではないわけですね。レコードって普通に再生するのもデジタル音源と違って一定のスピードで再生できるとも限らない不安定なメディアなんですね。開発当時のターンテーブルに搭載されていたアナログの初期の回路っていうのは、時間が経つにつれてずれてきたそうで、現在はクォーツシンセサイザーという技術ができて安定するようになったということなんですけれども、それでもレコード盤の状態だったりで一定の進行速度で回転しないということもあります。そういった時に正常な音程で再生するためにピッチ、イコール音程をコントロールする必要があるとしてついていたものがピッチコントローラーなんですね。なので、ここを動かすと文字通り音程が変わるわけです。だいたいこの0からプラマイ8までで、音程としては半音から1音程度音程差があるように感じますが、どうだろうとね、ちょっと脱線しましたが、ここの次の節ではグッとこうマイナス8まで下げて低いトゥールトゥトゥになるんですね。ここもだから同様にフェーダークローズしてる間にレコードを戻すのとピッチコントローラーを戻す、それぞれ2回繰り返しますね。で、次のフレーズはスクラッチコンビのフレーズで、頭に戻ってるところからスタートなんですが、ここは好きに何でもいいんじゃないかなと思います。僕はこんな感じで1拍目に休符を持ってきて、長さの違うフォワードスクラッチ2発とフェーダー切ってからのバックワードスクラッチっていうのかな、で、クラブスクラッチで往復してもう1回フォワードスクラッチとバックワードスクラッチ、チャープ、ワンクリックフレア、オービットはちょっと戻りのタイミングをずらしてますね。からのトゥルトゥルール、ここは最初のトゥルトゥルールのトゥルでフェーダーを切って押してレコード進ませて、ふわりを変えてトゥルール、やってみれば案外簡単にできるので、やってみてください。ここね、僕の手癖なんで、ワンクリックフレアオービットの後フェーダー切ってるんですけど、ちょっと別でやってみたら、クロスフェーダー切らないでオープンのままでもできたので、難しかったらこんなんでも変わらないかもしれないですね。
で、ここまで出てくるスクラッチは全て研究室アーカイブのつなぎに使ってるスクラッチ全編とか、美味しいポイント何々みたいな回で、細かくやってるので合わせて復習してみてください。で、あとね、クラブスクラッチについてですが、以前誤って消してしまったというスクラッチ後編で解説してたんですけど、質問募集でもしてたんですが、音程を変えるという演奏方法があるんですけど、そういうイメージでいて、まあ、こうすることでレコードの位置的には同一位置でありながら、いろんな音程の変化を保つ。